トウモロコシ属は、イネモクイネ科に分類される植物の一属、五種四ア種を含む。この属に分類される最もよく知られた分類群はトウモロコシであり、この属唯一の栽培化された植物である。それ以外の野生種及び野生ア種は、テオシントと総称され、メソアメリカに分布している。テオシントとトウモロコシの形態に大きな差異があったことから、 トウモロコシの起源については、諸説あり、数十年にわたる論争となっていたが、現在ではテオシントに含まれるアシュゼアメイズサブスプ、パービグルーミスが、幸い化されたものであると、理解されている。学名のゼアは別の穀物を指すギリシア語の、ゼータイプシロンイオタに由来する。テオシントの名前は、先住民族のナワトル語で聖なる、乾いた方を意味する、ティシントリーに由来する。 テオシントとトウモロコシの比較テオシント、テオシントとトウモロコシの雑種、トウモロコシのメスボタ用な種及び足を含む属であり、メキシコから中央アメリカにかけてのメソアメリカの多くの地域に分布する。多年生、一年生の両方の植物を含み、ゼットディプロペレニスとゼットペレニスは多年生であり、その他の種は一年生である。テオシントは単実植物であるが、 トウモロコシは中性植物である。ゼットペレニスのみ4倍体であり、それ以外の種は2倍体である。すべてのテオシントはトウモロコシと交雑可能であるが、テオシントが繁茂している条件でも交雑が起こることは一般的に少ない。テオシントは一般的に主系のほとんどの節に伸長する側死を持つ。主系と側死の接棺は、 それぞれ1 5トル程度かそれ以上に伸長し、一つの節につき一枚の葉を持つ。即死の葉は突出する葉心と茎を包む葉生に分かれ、葉女は五星である。即死の節数はおおよそその即死が出ている主形の節以上の節の数と同じである。つまり、主形の上から三節目より伸びている即死の節数は大抵三である。主形と一時即死の先端にお壺ができ、 一次即死の葉の溶液にできる二次即死に一枚の包容に包まれたメス棒をつける。一方で、トウモロコシは主系の二つか三つの節の即死しか伸長せず、二次即死は一般的に作らない。即死につく葉はほとんどが幼少で、養心は小さく、個性というよりは耐性に生える。即死は、テオシントの即死よりも多くの節を持ち、例えば w 十二という系統では、 上から五つ目の節の即死は十二節持つ。また、即死は伸長せず、先端に複数の法要に包まれたメスボを作る。メスボの形態は、テオシントとトウモロコシで最も劇的に異なる。テオシントのメスボには二列性で五から十の果実がつく。果実を覆う、角とは、貫入した保区の石管部からなる。外包へは、角との解放部に封をするように存在する。 古軸の石管部も外包影も高度に硬化している。果実にはそれぞれ理想があり成熟すると穂から外れる。一方、トウモロコシの角とは一つのメスボにつき、体制に大抵百以上できる。角とはテオシントのものに比べて浅く、しばしば崩壊しており、果実を包んではいない。角とは硬化しているが、外包影は比較的柔らかい。また、理想がなく、 成熟しても果実は方についたままである。以下の5種が認められている。ゼアメイズは、さらに4つの亜種に分けられる。トウモロコシ及びテオシントのゲノム DNA 上にある、約1000箇所の一塩基多形をもとに、次のような分子系統樹が得られている。トウモロコシの起源については遺伝学的に最も近い、イネカや生植物テオシントが祖先種であるという説が、唱えられていたが、 テオシントとトウモロコシの形態が大きく異なっていたことからいくつかの異論があった。その中でも有力視されていたのはマングルス豆腐とリーブスによって1938年に提唱された三部説である。この説ではトウモロコシの祖先はすでに絶滅した野生型トウモロコシであり、テオシントはトウモロコシと近縁のトリプサクム族との交雑に由来するものであるとし、 トウモロコシの大きな変異の多くはトウモロコシとトリプサクム属の交雑によるものであるとした。この三部説は考古学者も巻き込んで人気のある説となり、権威ある学術雑誌に掲載されたが、トウモロコシとトリプサクム属は染色体の数が異なるため自然界での交雑が起こるとは考えにくく、遺伝学者は認めていなかった。 その後数十年の間に深海伝学的な研究が進み、染色体の形態や反復配列、アイソザイム、葉緑体 DNA の解析が行われ、いずれの結果もトリプサクム属がトウモロコシの起源に関与しているという説ではなく、テオシントが祖先種であるという説を支持していた。トウモロコシとテオシントとの間には分裂性やメスボの情勢、 栄華を包む硬い殻の有無などの明確な形態的な差異があることがテオシントキ言説への反論の大きな論拠であったが、これらの違いはわずかに5つ程度の遺伝子の差異によって説明できることが示されている。2001年にはアメリカの遺伝学やゲノムサイエンス、進化生物学の権威である12人がトウモロコシの祖先種はテオシントであり、他の説には 何の根拠もないという趣旨の論文を考古学の雑誌に発表し、考古学の分野からもこの見解が支持されている。また、トウモロコシの祖先や生種は、ZM、サブスプ、パービグルーミスであり、約九千二百年前に、メキシコのバルサス川流域に生息していた集団が、栽培化されて分岐したことが明らかとなっているが、品種によっては、ZM、サブスプ、メキシコナノゲノムが、 最大20%移入していることも報告されている。トウモロコシは多くの国で栽培されている穀物であり、アメリカ南西部の砂漠地帯からアンデス山脈の高原地帯まで多様な気候の中で栽培可能である。食用だけでなく、家畜の飼料やバイオエタノールの原料としても利用される。いくつかのテオシントは放牧や農業の拡大によって、 絶滅の恐れがある程度まで生息数が減少しており保全が行われている。メキシコのシエラデ・マナントラン生物圏保護区では、ゼット・ディプロペレニスがニカラグアのアッパ・カンカ・ジェナティック・リザーブでは、ゼット・ニクラグウェンシスがそれぞれ保護されている。また、メキシコ国立農牧林研究所や国際トウモロコシ、小麦改良センターなどの種子銀行では、 テオシントの系統の収集と維持が行われている。その一方でテオシントは、メキシコのトリューカバレーやハリスコ東部などでは、トウモロコシ農場の雑草として扱われているほか、スペインやフランスでは、外来種として生息域を広げていることが、報告されている。ありがとうございます。